にちは。今日はアコースティックギターの弦交換講座を、今日初めて弦交換にチャレンジするっていう初心者さんにも分かりやすいようにじっくりと、お話をしていきたいなと思います。ではまずはですね、今日初めて弦交換にチャレンジするっていう方は、弦の先がねこうビーンってなってこう目に入りそうになったりとか、あとニッパー使ったりするので結構ね危ないですので、くれぐれも怪我などしないように注意しながらやっていただきたいなと思います。何回も弦交換してるとだんだん慣れてきて大丈夫になってくるんですけれども、最初は本当危ないですので、生まれて初めて包丁を持って使った時のことを思い出しながら、もうめっちゃ気をつけながらやっていただきたいなと思います。ではでは、まずは弦交換に必要なグッズなんですけれども、まずは新しい、張り替える弦、そして楽器用のクロスと、あと弦を切るためのニッパーを用意していただきたいなと思います。ではまずは古い方の弦を取っていきましょう。では弦を今から緩めていくんですけれども、緩める時のコツなんですけど、最初のうちはペグをどっちに回すと緩めるんだっけって分かんなくなっちゃったりすると思うので、こっちの右手で弦を弾きながら緩めていただくと、はい、今ジューンってなりましたね。低くなっているのを、確認しながら回していただけたらなと思います。で、全部の弦を緩めていきます。ちなみにここでこういうストリングワインダーっていう便利なグッズを使うとさささっと緩められるので、とっても便利です。で、ある程度緩められたら、こうやって普通に取ってもいいんですけど、ニッパーでこの辺をチョキッと、でこの短くなったのを取る、はいっていう感じでもどちらでも OK です。はい、全部、ヘッド側の弦が取れたら、今度はブリッジ側の方の弦を取っていきます。では、まずはこのピンを、一つずつ取っていきます。手にさっきの楽器用クロスを持って、でサウンドホールから手を入れて、で、下からギュギュッとこのピンを押していただくと、はい、こんな感じで取れますので、はい。で、下から今みたいに取ってもいいですし、こういう便利なピン抜きっていうね、道具もありますので、こちらを使っても OK です。で、こちらを使う時のコツというかポイントなんですけど、このクロスをこうやってここに敷いておいて、はい、こんな感じでやっていただくと、クロスをここに敷かないと、ここに傷ができてしまう恐れがあるので、はい、こうやって引いて取っていただけたらなと思います。で、サウンドホールから手を入れてピンを押して取る場合で、どうしても硬くて取れない場合があった時のコツなんですけれども、この弦の部分をこうグッと押してみてください。ググッと押して、この弦がスルスルスルってこう出入りする状態になったら、ピンも動きやすくなりますので、ちょっとやってみていただけたらなと思います。はい、ピンが全部取れました。で、これがですね、めっちゃなくなりやすいので、なくならないように気をつけてください。あと、この古い弦もですね、この先がね、すごい危ないので、なので、もう、この時点でこう、結んじゃって、はい、こんな感じで、結んで、紙袋とかにね、入れておくのをお勧めします。はい、本当に怪我をしないように気をつけていただきたいなと思います。はい、では今から弦を張っていきたいなと思います。では、この弦の先、ボールエンドの部分をここに入れていきます。で、この、穴の形って、こう丸に、こうちょっとちょちょってこう出てますよね。このちょちょっと出てる部分に、この弦を合わせてください。はい。で、この後がコツなんですけれども、サウンドホールに手を入れた時のこのギターのこの天井の部分、一番上の部分にボールエンドが来るように、
合わせて、で、ピンを入れていただきたいなと思います。はい。で、ちなみにピンもですね、こう見ていただくと溝がありますよね。この溝に弦を合わせて入れていただきたいなと思います。はい。こう入れるときに、このボールエンドがどうしてもこう下の方にググって押されて下に行っちゃうんですけれども、行かないようにこっちの手でしっかり天井に固定しながら、グググッと入れていただけたらなと思います。はい、6本全部入れられたら、もう一度しっかりギュギュギュッと、ピンをギュギュッと押して、そしてボールエンドがちゃんと天井に来ているかをこっちの手で確かめてください。ギュギュギュッと。はい、そしたら次はヘッド側に移動したいなと思います。ではでは、まずは今からこう弦をこういう向きで通していくので、なのでこの穴の向きもちょうどこういう向きになるように合わせておくと後々楽になりますので、合わせちゃいましょう。はい、では6弦から順番に巻いていきましょう。ではこの弦の端っこの部分をまずはこの穴に入れます。はい、穴に入れたらピンと引っ張って、でそしたらこのペグからペグの間分ぐらいの長さのところでこんな感じで左手で弦をつまみます。はい、でつまんだままグググググっと持ってきて、ここまで持ってきて、で、この状態で巻いていきます。で今から巻いていく方向、こういう向きに巻いていくんですけれども、その時にこうやって折り目をここで一度つけておくと、ここがずれなくていいので、まずは折り目をこんな感じでつけてください。で、折り目をつけたら、右手の人差し指が私はいいと思うんですけど、人差し指でこの折り目のところをぐっとこうやって押さえてください。ずれないように。はい。で、この人差し指で押さえながら、この残りの指でこうやって弦をこんな感じで掴んでおくとやりやすいと思います。はい。で、右手はこの状態にしながら左手で巻いていきましょう。はい。で、巻いていったらこの弦と弦がこうくっつく。こんにちはってね、これ交わるところが来ますよね。その時に、まず今、右手で持っている方の弦を最初だけ上にします。はい。なので、短い先っぽの方が下に来るように交わらせてください。はい。こんな感じで。はい。こんな感じです。はい。でですね、次に、交わるときは、今度は上じゃなくて下に巻いていきます。はい、こんな感じですね。はい、次からは下にぐるぐるっと巻いていきます。この人差し指をこうぐっと下に押し付けて、置きながら巻くと、自然と下に行きますので、はい、やりやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。で、この残った部分の弦は今切っちゃいましょう。そんな感じで同じように5弦も巻いていきます。はい、まずは穴に通してピーンとしたら、ペグからペグぐらいの長さのところで左手でつまんで、で、ここまで持ってきて、で、折り目をこっちの方向につけて、で、ぐるぐると巻いていきます。はい、で、最初だけ右手で持ってる方を最初だけ上にします。はい、そして2回目からは下に巻いていきます。
い、では同じように4弦も巻いていきましょう。次は3弦を巻いていくんですけれども、ここで注意点なんですが、ギターはこの6、5、4弦と3、2、1弦が巻く向きが逆になるので、注意してください。はい、ではまず3弦、さっきと同じように、弦の先を穴に入れて、で、だいたいペグ一つ分ぐらいのところをつまんで、ここまで持ってきて、で、今度は折り目をつける方向が逆になります。こういう向きで、はい、ここで折り目をつけて、で、ここでは親指をこんな感じで使っていただくと、楽なんじゃないかなと思います。はい、親指でここを押さえて、で、この指でここを持ってっていう感じで、で、左手で、巻いていきます。で、さっきと同じように、最初に弦と弦が交わる部分で、この右手で持っている弦の方を最初だけ上に巻きます。はい。で、2回目に交わる時からは、下に、右手で持っている方の長い方の弦を下にして巻いていってください。はい、こんな感じで新しい弦が張り終わりました。はい、この後はチューニングの動画がまた別であるので、そちらをご覧いただいてチューニングをしてください。はい、ではここから先は宣伝になります。大塚楽器さんから、ゆかずセレクションアコースティックギター弦が発売になりました。はい、こちらを貼った音色は、指弾きだとこんな感じで、で、ピックを使ってジャカジャカ弾くと、はい、こんな感じでフォスファーブロンズなんですけれども、ギラギラとしすぎない、こういうキラキラっていう感じの、優しくて温かい感じの音色となっております。詳しくは動画の概要欄のリンクをご覧ください。というわけで今日もご視聴くださりありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。